さあ、バニラマカロンをね、まず筆にとって、ちょっとグラデーションからしていきましょう。利き手のグラデーション、まあでもシアーカラーだからバニラだしいけるかな。あ、でもなんかいい感じにいけそう。いい感じにいけそうですね。ピッピッピッと。うん。なんか適当にペッペッペッと伸ばしたけど、なんか一層目すごいいい感じ。いやー、このスイートマカロンシリーズのこのシアー感はグラデーションがやりやすいですね。あとこのコーム筆ね、やりやすい。ペッ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 と塗って、トントントンと伸ばしていきます。うん、こんな、てかもうほぼほぼちょっと色が見えるかな、大丈夫。でもなんかこのグラデーションしてない指としてる指でなんか色の違いはね、あるの分かりますよね。いやー、シアーカラーはいいですね。かわいい。そうだ、もう一個本体やりたかったのあったんだな。ちょっとエフェクトパウダー使う前にちょっと時間ありそうだったら、ちょっともう一個違うこといきたいな。ペッペッペッと塗って、さっさっさっさ。この適当感でグラデーション作れるのすごくないですか？このマカロンシリーズ、この適当感でいいですね。境目をぼかして、うん、ちょっとこれで一回硬化して、ちょっともう一回塗ります。先に全部先端ピッピッと置いておこうかな。で、ちょっとね、まとめて全部ペッペッペッって伸ばしていこう。うん、あ、なんかバニラグラデーション、地爪みたい。これバニラのグラデーション、地爪みたいですね。ただのすごい淡い、淡いけど可愛い。まあちょっとね、地爪がナチュラルに隠れるかなといった感じですね。これで、オーロラエフェクトパウダー使う前に、ちょっと一個やりたいのやっていいですか？全部の指にやっても可愛いかなと思うけど、全部の指にやると時間かかっちゃうかな。あのね、ちょっと、あの、片手がちょっとファンシーなので、もう片手も、ちょっとファンシー寄りに仕上げようかなと思ったんですよ。で、こちらの利き手です。これ右手なので、右手にアートを直接はかけないので、あとでね、ユリ使います。私ね、ベティのコスメから好きなので、あのね、ユリ使います。ユリで、こちら、急にクリアの、これは普通の文房具のクリアファイル切ったものです。で、これを筆に取って、ピッピッピッと、ちょっと適当に雲の模様を描きます。ピッピッピッと。雲の模様を描いて、じゃあこれ何個か作ります。サイズもいろいろで。ピッピッピッと。ちょっと適当にね。ピッ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 と。これはね、適当がいいですよ。綺麗に描くってより適当がおすすめです。適当にね、ちょっとね、雲の絵を何個ぐらい描いたらいいんだ？ちょっと一回これ硬化しながら、ちょっともう一個のファイルにも、ちょっといくつか描いておこう。ちょっと雲をペッペッペッと。
で適当で大きいなったりちっちゃいなったり適当に書いていきます。ペペペッと。こんな感じで、このぐらい足りるかな。もう一個ぐらい大きいの書いておく。でも足りるかな、もう。うん。こんな感じでいいか。これで、ある程度雲が作れた。こっちも今、硬化しちゃいますね。こっち今30秒硬化した方で、先にね、塗ってた方です。これを、一回硬化したんで、取っていきます。ピーッと取ってこれをちょっと親指側のせていこうかな。ちょこの白い点消えなそうだから、この白い点後でちょっと雲で消しちゃおう。ピーッと置いてペッペッペッ。これで未硬化ジェルが残っているところに置いてます。これはこのちっちゃいのここに置いたらよくない？なんかいいこと思いついちゃった。これをこう、これをピッと外して、しかもねこのベティジェルは私がまあ好きっていうのもあるんですけど、ベティジェルはリボンを作る時にもおすすめしていますが、柔らかいです。硬化後とっても柔らかいのでめっちゃ綺麗につきます。ほら超綺麗につく。いいなベティジェル。ベティジェルいいですね。だこれ意外と親指で雲結構使うから足りるかな、さっきの枚数で雲。これここら辺にピッと。あ、かわいい。見て。かわいい。絶対かわいい、これ。あー、いい、いいね。かわいいですね。かわいい。ペッペッペ。こんな感じです。あ、これ本当は指で押しちゃいけないです。これこれこれ。これ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 。これね。ちゃんとシールとか押さえるシリコン、マルチシリコンスティックというものがあるんで、ちゃんとね、使ってくださいね、良い子の皆さんは。ここをピッと切って、ここも、よいしょ、ピッと切って、うん、かわいい、見て、かわいい、くもちゃん、かわいい。ちょっとちっちゃいくもちゃんもうちょいあった方がいいかな。ちょっともうちょいだけちっちゃいくもちゃん書いときましょう。今度こっち使おう。じゃあもうちょっとねちっちゃいくもちゃん必要ですね。これちっちゃいくもちゃん使い勝手がいい。ペッ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 と。かわいい。そうそう、これね寝る前にやろうと思ってファイルまで切ってたのに今すっかり忘れてました。よかった、思い出して。このファイルとベティのクリユリを手元に置いといてよかった、机に出しといて。うん、こんな感じで。これをね、足りるかな、これで。足りる？足りるかな、まあ、いいか。硬化しよう。まあ、足りなかったらね、簡単だからまた書こう。かわいい。なんかもうオーロラエフェクトパウダーかけなくてもかわいいとかなっちゃうけど、かけます。かけますね。あ、すごい、聞き手の後にそんな技が。そうなんですよ。これ、あれですよ。キャラクター書くときとかに私もともとやってました、これ。キャラネイルに。結構私がキャラネイルにハマってた時っていつだ、もう相当前ですけどね、キャラネイルにハマってたの。あ、変なとこに置いちゃった。そういってもキャラネイルとかは本当にこれ超使えます。なんかちっちゃい毛が入ってきちゃった。ピッと。そうキャラネイルの時とかね、書いておくのすっごい便利ですよ。便利なのでおすすめです。これとかわいい。ほら見て、雲が簡単に描けちゃう。描けちゃうっていうかもうね、普通に利き手で描いてるんで当たり前なんですけどね。あんまもくもくしすぎなくてこのぐらいの方がかわいいかな。全部の指に乗せるなら、まあ親指はもくもくしちゃってもいいけど、やっぱなんかシンプルが好きなんですよね、やっぱ自分の手。Thank you.
指はちょっと、でもこのかすれ具合使いたいな、こっちの。なんか毛が。かすれ具合使いたいから、これここに、あ、ここに置いたら、ちょうど剥離して出血した部分が見えなくなる。ここに置きましょうか。ここに置いて、小指？でも1個だとさすがになんか小指だけ見た時になんだろうってなっちゃうかな。ちょっとちっちゃいの置いときましょうか。うん、今日もマイネイルが可愛く完成しそうだな。これはここにピッと。なんか小指だけ急につかないぞ。ちょっと小指つかない、つかないのでちょっとキャン使っちゃいますね。ちょっと表面の未効果触っちゃったかな、他の指乗せてる時に。これちょっとキャンジェルをピッピッと塗ってつけてこう。うんね、なんか表面の未効果触っちゃったかな。ちょっと一回小指今キャン使ったんで、ちょっと軽く仮効果します。あ、クモ可愛く描ける、可愛い、早速サンプル作る、ぜひ作ってください。直接爪に書くのと貼るのでは雰囲気変わりそうで、あ、変わりますよ。そう。そうそう。さすがみんな頭いい。変わります。直接書くより、後から置いた方が立体感出ます。そうなんですよ。で、ちょっとね、余分なところは、ピッピッと切っていきます。ピッと。ピッと切って、よいしょ。ここも。ピッと切って、うん。可愛いんじゃない？このネイル。ピッと。可愛い。可愛いんじゃないですか？これ。どうしよう、オーロラエフェクトパウダーはでもかけます。かけるけど、かわいい。ちょっと、一回コーティングしちゃいます。あ、どうしようかな。スカルプティングでいこうかな。一回コーティングします。オーロラエフェクトパウダーかける前にも、キャンジェル使うんですけれども、このまま直接キャンジェル使っちゃうと、この雲のデコボコ感出てきちゃうので、デコボコ感が出てしまうと、ちょっと違う筆にしよう。デコボコ感が出てしまうとですね、エフェクトパウダーとかすっごいデコボコ見えるんですよ。まあミラーパウダーとかもそうですけど、なんかね、急にデコボコがすっごい見えるので、一回コーティングしていきまーす。ね、根元からピーッと。またピーッと。でもね、この薄くペティのユリで作ってるんで、簡単に埋め込めちゃいます。これで一回見て、ほら薄い、こんな綺麗に埋めれちゃいますよ。仮硬化します。こっちもね、すっごいお気に入りなんですけど、すでにこちらの右手の方が私お気に入りになりそうな予感しかないですね。これピーッと。いやでもこれ絶対オンメールの方の配信だとちょっと有料になったんですけどね、立体の雲も載せるんですよ。立体の雲も載せるし、ベースでもあるピアスカルプで逆変形にしてるので、ちょっとね、待って、甘皮周り流れちゃった。ちょっと甘皮周り流れちゃったので、ちょっと一回これ2本で仮硬化して、もう一回他の2本塗ります。かわいい、このネイル。かわいいですね、この。シンプルなの、これやっぱエフェクトパウダーなくてもかわいいですね。なくてもかわいいけど、エフェクトパウダーは使いたいから使おう。でもこれ上からエフェクトパウダーしても、かわいいよね。もう質問系になってきちゃった私。一応イメージだとかわいいんですけど、私の中の。でもこの、すでにクモちゃんだけでもかわいいから、なんかちょっともったいない気がしてきちゃったけど、エフェクトパウダーやろう。
よいしょ、これね、ちょっとここ爪が剥離してピヨってなんか先端浮いちゃったので、ここのピヨって浮いちゃったとこ今埋めてっちゃいます。ここちょっと一回硬化しちゃいましょう。いやーかわいい。これでもやっぱり私なんだかんだでシンプル好きなのか派手好きなのかわかんないけど、ちょっともうこっちのこの5色のグラデーションにくもちゃんも絶対かわいいですよね。あーまあでもね、今日はオーロラエフェクトパウダーをやっぱ使うんでいいんですけど、5色にくもちゃんも可愛いですよね。あ、エフェクトの発売は4月の16日です。16日に発売しますよ。こんな感じで、ちょっとね、小指がね、くもちゃんポコってしてるんですよね、ここ。ポコ、あ、ここ、ここ。ツンってしてるんですよ。見えるかな？ちょっとここのツン気になるので、ちょっと削って取っちゃいます。ピッピッと。こんな感じでいいかな。ここもちょっと気になるから削っとこう、今のうち。ここもちょっと気になるか。もうちょっと今のうちにピッと、ちょっと気になるとこね、今のうちにこのパウダー使う前に削っときます。ここもね、キュッ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 、うん、こんなもんかな、大丈夫かな、他は。はい、そしたらここでついにオーロラエフェクトパウダーを使っていきたいと思うので、昨日オーロラ、あのオーロラじゃないや、昨日パウダー用にしたノンヒートを使っていきます。こちらね、ちょっとトップ塗っていきます。一回、キャンジェル塗っていきましょう。キャンジェルを塗って。なんかもうこれだけでも可愛いですね。なんか毛がピヨってしてる。はい。可愛い。かわいい。なんかやっぱベースグラデーション入れておいてよかったですね。でもやっぱこれクリアじゃなくて。あーでもどうしよう。なんかもう一個違うかわいいのも思いついちゃった。これベースクリアのまま、クモちゃんだけ入れて、オーロラエフェクトパウダーでもかわいいですね。それもかわいいなぁ。まあでもその場合は、全部先端クリアか、地爪ギリギリ短いのがいいかもですね。かわいいなぁ。いやぁ、これはやっぱ自分の爪がかわいくなるとテンション上がってきますね。とりあえずこんな感じで5本ともライトに入れて感染効果を30秒していきます。今のマイネイル、私もクラウドネイルなんで、あ、お揃い嬉しいです。あ、よかった。これクラウドネイルっていうんですね。クモさんですね。いやよかった。黙々ネイルとか私今呼ぼうと思ってました。クラウドネイルですね。あ、めっちゃ可愛いです。チャレンジします。ぜひぜひチャレンジしてください。可愛いですねこれ。あ、そうそうそう、これね、ちゃんとこの1時間前にしか起きてないのに、昨日の夜アイシャドウチップなかったんで買ってきました。買ってきました。あの家の近所にドラッグストアできたんですよ、新しく。しかも先月ぐらいかな、ちょうどね、ほんと家から徒歩3分ぐらいのところにドラッグストア、ありがとうって感じです。できたんでね、買ってきましたよ。よかった、上がってこれて。買ってきたんで、ちょっとね、これを使っていきましょう。こちらを使っていきます。そうなんです。これね、今日の私のポイントは、チップを買ってきたっていうところでございます。ので、お、これでちゃんとバラバラで使えるぞ。どうしよっかな。かわいいんですよ。でもこれどれも。あのね、ピンク絶対使いたい。ピンク、プラム、グリーン、絶対使いたい。で、まあ、グリーン、ブルー入れとこうか。
アプリコットとビオレ？ちょっと待って、アプリコットとビオレ？アプリコットとビオレどうしようかな？ちょっと待って。アプリコットかな？アプリコットにします。じゃあちょっとビオレさんだけ、さよならですね。ビオレさんだけちょっと今回はさよならさせていただきます。ブルー！これ蓋わかんなくならないようにちょっと上に置いとこう。ブルー、グリーン、どういう順番に並べこうか。画面に入るように並びますね。ブルー、グリーン、アプリコート、ピンクは中指がいいな。ピンク中指、グリーン、薬指、ブルー、あ、でもブルー小指？でもそしたらグリーンこっちがいいかな。グリーンこっち、アプリコート、ライムかな。ちょっと、全体的にちょっと位置移動しますね。こうしようかな。これでいきたいと思います。グラデーションの方が可愛い。パウダーも全体グラデーションかな。でもパウダー私の好みだとグラデーションかな。全面光っても可愛いけど、ちょっとまあやってみないことには分かんないんで、ちょっと早速ピンクからいってみましょう。ペッ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 。でも全体かな？先端？グラデーション？私、好みはグラデーションなんですけど、パウダーも。こうかな？かわいい！グラデーションにします。多分全体塗った方が今っぽいかも。でも私、グラデーション好きなんで。この根元クリアにするならクリアがいいです、私。かわいい！これちょっと全部、これちゃんと後でパッケージごとにしまうんで、チップ上に置いとこう。かわいい。グリーン行こう。グリーン。グリーン行きます。ピッ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 。これかわいいな。こんな感じ。かわいい。光ってる。かわいい。ちょっと親指アプリコットいきます。親指はアプリコットいきます。ペッペッペッと。もうちょいこっちか。かわいい。見て。かわいいね、これ。かわいい。でライムいきます。薬指いきますね。これかわいいですね。でもね、やっぱ見てほら、ライムめっちゃかわいい。ライムいいな。ライムこの見た目、パウダーの見た目もほんとかわいいし、かわいい。見て、かわいい、かわいい。これめちゃめちゃかわいい。でもピンクかな。でもやっぱ悩んじゃうな。これなんで悩んでるんですよ。なんで悩むことに何があるのか分かんないですけど、悩んじゃいますね。ちょっとブルーもね、入れておきましょう。かわいいな、これ。まあ、ブルーはね、普通に大人ですね。大人？何が大人か分かんないですね。かわいい。でもギラギラしてきた。かわいい。アプリコット可愛すぎね。可愛いね。アプリコットも可愛い。可愛い。これね、ちょっとライト消してみましょうか。こんな感じです。可愛い。キラキラーって光ってる。可愛い。ちょっとこれトップ塗ります。トップ塗ると、見え方がね、また変わってくるので、ちょっとチップがわかんなくならないように。これに、ちょっとクリスタルトップ塗ろうかな。クリスタルトップ塗って最後キャンジェル仕上げをしたら完成になりたいと思います。ちょっとね、自分の爪は私ちょっと今地爪を長くしているので折っちゃうと心配なので、キャンジェルは後でもう一回塗りますけど、一旦クリスタルトップ塗っていきます。さっきね、くもちゃん
の後にはスカルプ&トップを1回塗っております。うん、キラーンってする、かわいい。ちょっと仮硬化します。小指なんか全然さっきのモコっての埋まってなかった。もうちょい持っとこう。あ指についちゃった。この剥離しちゃった指はもうどうしようもないですね。ピーッと、ちょっと、しかも利き手だから左手でめちゃめちゃやりづらい。これでちょっと一回先に硬化しちゃいます。で、かわいい、見て見て、かわいいよ。これをね、ちょっとキャンジェルの EX で最後仕上げていきましょう。あ、剥離は爪が伸びきるまで治らないものですかね。治らないんじゃないでしょうか。結構お客様とか知り合いとかでもやっぱ剥離、お客様はそこまでいないですけどね。この間も知り合い剥離してたけど、やっぱ1ヶ月じゃ治ってなかったです。2、3ヶ月したら治ってましたけど、やっぱすぐには治んないかもですね、剥離。ちょっと親指は他の指塗っている時に触るの心配なので、ちょっと親指は親指で1回仮硬化しちゃいますね。EX だからこういうなんかちょっとへこんでるとこ足してもいいのかな。ね。これで一回硬化してみようかな。ちょ、硬化してみます。仮硬化します。仮硬化してね、ちょっと4本塗っていきます。剥離って癖になりません。あ、友達はネイリスの友達はね、一人癖になってるって言ってました。私今回これぶつけて本当に自分がウィーってやっちゃって、浮いてたんですよね、元浮いてたので、ジェルがそのままね、自分で剥離させちゃったんですよ。なので初だったんですね、剥離が。からちょっとわかんないですけど、友達は剥離、なんか一本だけ同じ指が毎回剥離、なんか気づくと剥離になるって言ってましたね。あ、でもなんかやっぱちょっと厚塗りしても厚くないかも、EX。ちょっと待って、こっち向きの方が塗りやすいや。EX 厚くないかも。うん、これでちょっと仮硬化一回しちゃいます。ちょっとさすがに、でもちょっとへこんでるとこボコって足したらちょっとじわーってくるな。じわーってくるけど、じわーって感じですね。熱いみたいな感じじゃないですね。ちょっとじわーってくる。私はあれ全然平気、耐えられるけど、まあ、ダメな人はダメかな。でもなんかちょいちょいって足してもなんか意外と大丈夫という、なんとな。よいしょ。ちょっと小指も塗っていきます。小指もう一回さらにここちょっと足しとこう。ピッピッと。うん。これでちょっと一回ライトに入れて、しっかりと30秒硬化をしていきます。こんな感じです。ちょっとね、私は、ここの、ちょっとここ削りたい。エメリーで削ろうかな。ちょっと、このデコボコってしているとこだけ、ちょっと削っちゃいます。小指、早く治るといいな。伸びきるの待ちますね。こんな、でもここまで爪変形したの私初ですね。こんな、デコボコって。
ちょっとこんな感じで、ちょっと最後表面をあのエタモールで一回拭いてからオイル塗っていきますね。よいしょ、これでオイルを塗っていきます。よし、こんな感じで、いやー、マイネイルが新しくなりました。よかった、新しくなって。こんな感じです。キラッキラしてます、かわいい。ちょっと電気消しましょうかね。電気消すと暗い方がいいのは、もうちょっこっちの電気も消そうか。このぐらい、あ、このぐらいだと一番オーロラ見えます。こんな暗すぎ、暗すぎ、ちょっと明るく、もうちょいこのぐらい、こんな感じです。キラッキラッキラってしてる、かわいい。このね、オーロラエフェクトパウダー、ほんととってもかわいいので、おすすめでございます。ガラスチップに、かわいくないですこれ。てか、このガラスチップに塗ったの、これ、どうやって保管しとこうって今思ってるんですけど。なんか、あれかな、シートとかに貼っとけばいいかな。かわいいですよね、これ。こんなですよ、こんなですよ、こんなです。あ、でもなんかやっぱ下、パステルだと私、黒の上より、白の上の方が好きだな。あ、でも黒の上にこうやって置くと一番見える。これが一番見えるかも、オーロラ。かわいい。アプリコットです。グリーンです。これね、ピンクです。ピンクかわいい。で、これが、ライムです。で、これ、ブルーでーす。かわいい。見て見て、かわいい。かわいい。これ自分の爪かわいいとテンション上がりますね。かわいい。よかった。あー、ぜひやってください。よかったです。ありがとうございます。こちらこそです。またねー。